2本目のラジオドラマでございます。こちらは大阪府ラジオネームいつもピークさんの客さんです。タイトルは朝の満員電車は心理戦。気になるタイトルですね。さっきとはちょっとまた雰囲気違いますね。配役は私たちが他人の心の声が聞こえる青年、そしておじいさん、さらには車掌の3役です。はい、そしてミヤさんが会社員の女性、過去23歳で、朝まで働いた後絶対座りたいもんね。